ルスラン・ボロディミーロビッチ・マリノフスキーは、ウクライナジトーミル州ジトーミル出身のプロサッカー選手。イタリアセリエ A のアタランタ BC に所属している。ポジションは MF。2005年に FC シャフタールドネツクのユースアカデミーに入団し、2011から12シーズンにトップチームに昇格。しかし、トップチームでの出場機会を得ることができず、 C チームを経て2012から13シーズンから FC、セバストポリにローン移籍。さらに2013から14シーズン途中からは FC、ゾリアルハーンシクにローンで移籍し、2シーズンプレー。2016年1月1日、ベルギーリーグの KRC ヘンクへのローン移籍が決定。2017年7月にヘンクへの完全移籍が決定。 2017から18シーズン以降出場機会が増え、2018から19シーズンはリーグ戦37試合13ゴールを記録。リーグ優勝に導いた。2019年7月16日、チーム史上初の UEFA チャンピオンズリーグ出場を果たしたアタランタ BC と4年契約を締結。10月23日のユシエルの グループリーグの敵地エティハドスタジアムでのマンチェスターシティ FC 戦で移籍後初ゴールを決めるも試合は1から5で敗戦。続く11月6日の本拠地スタディオアトレティアズーリリターリアでのシティ戦では相手 GK のエデルソンとクラウディオブラーボがそれぞれ負傷交代と一発退場で GK 不在のなった中で相手監督ジョゼップ・グアルディオラが カイル・ウォーカーを急増 GK として起用した中、マリノフスキーは FK を受けるもウォーカーに阻まれてしまった。しかし、加入1年目からチームの主力選手となり、現在は、チェルシー FC がマリノフスキーの獲得に興味を示していると言われている。2020から21シーズン、セリエ A で最多となる12アシストを決めてチームに貢献した。2011年から、 ユース世代のウクライナ代表に招集され、2015年にフル代表初招集。2018年10月10日のイタリア戦で代表初ゴールを決めた。2021年、ユーロ2020、グループリーグ初戦のオランダ戦で FK からヤレムチュクの得点をアシストしたが、2から3と敗れた。ありがとうございます。